ダイブをしました。いやー、松本がダイブをしました。4名のダイバー、そして黄色オレンジのキャノピーのダイバーの姿もすぐにそばに確認ができます。さあ、おっと、かなりのスピードで今黄色のキャノピーのダイバーの足元に白いプラスで確認ができますね。さあ、一気に I'm trying to
アルフレッド選手の演技でした。さあ、そのマーティン、アルフレッド選手が今グランドスタンド右手側からまずは。はい、皆さん大きな拍手をお願いいたします。マーティン・アルフレッド選手です。Yes, I hope you liked it, and I hope the people, the spectators liked it, and I tried my best. And the music was good this time, so I'm happy. もう僕はハッピーだよということで、もちろんです、実は昨日音楽が聞こえなかったんですよね、佐山さん。そのようです、ね。はい。それでこのインタビューの前にですね、私実は彼に今日はちゃんと音楽聞こえたのっていうようなことを聞いたら、もうすごくよく聞こえたよ、よかったよということで、そういった、ね、返事をくれました。で先ほど佐山さんがおっしゃっていたそのトップバッターで飛ぶことの難しさっていうのがあったらちょっと聞いてみたいと思います。Not more difficult than yesterday and 2 days ago, but it's much more fun to play for a lot of people and they have fun. 全然難しいことはないよということです。他ともですね、トップバッターで飛んでいるということもありますし、プロ野球中皆さんね見てプレゼンして楽しんで、僕自身も楽しんでいるから全然そんなことはないよということでした。はい。はい。ということでですね、まずはマーティン・アルフレッド選手にお話を伺いました。はい、ありがとうございます。さあ本来であればもう本来南達とスタンバイをしている状態の映像が入ってくるところだったんですが、どうでしょう、今そのスタンバイ位置に機体を走らせているフィリップ・スタインバッグ選手、なんか彼だったらばいつもなんかこう、ただフライト自体はすごくアグレッシブで熱い飛び方しますよね。はい、
と思ったんですが、はい、ジャイロ系の技が入ってるんですけど、ちょっとやってすぐピタッと止めて違うのにやるから、あまり派手さは感じないですよね。でも、ね、すごい上手ですね、はい、今日は本当に。上がってから高く上がるのは彼なんですけど、お約束ですよね。そうです、速度だけで突っ込んでくるっていうのね。はい。あ、こんな風に帰ってくるんですね。切り返しました。さあ、皆様、グランドスタンドバイ追加です。大きな声援、拍手をお願いいたします。フィリップスタイルバッハ。すごい良かったよ。そしてお客さんも、ね、楽しんでくれるし、すごく面白かったでですね、まあ、ラストフライトになってしまうかもしれないんですけれども、まあ、楽しんでもらえたんじゃないかなということです。ではもうということで、スタインバッハ選手にはお話を伺いました。以上です。はい、ありがとうございました。我らが野下義秀選手、今その南滑走路をテイクオフ。昨日も夜ですね、ホテルの機械と森谷さんのドキュメンタリーの番組やってましてね。そうですね、地方の大会の、そう、スウェーデン、ブルースバイシモ松本。飛ぶことしかできない僕だから、いつも空にいる。
さあ、どうしよう。スペシャルポイントは1950ポイント合わせて1万1000飛んで3ポイントという得点を獲得しました。いかがですか、ポジショニングも昨日よりも、そしてアーティスティックな部分がやはり良かったですね。いい視点が伸びなかったかもしれないですね。そうですね、昨日の大会、決勝1日目のポイントと比較するとアーティスティックな部分、芸術性ではかなりの評価を受けているなというところ、またやはり今日は、日本語のその曲の作詞の部分が日本人の芸術家の方々にとてもストレートに入ってきたのかなというところもありまして、この日本人の芸術家の方々へのポイントというのがとても大きくついてきます。さあ、リプレイです。さあ、後藤さん、このマニューバーはこれ、ロールしながらダイブしてきてるんですよね、はい、これスナップですか。そうですね、スナップ、はい、スナップロール、キレが良かったですよね、この辺りもね。これダイナミック、スピードがあっていいですよね。はい、まあ、ただあれですね、そのダイナミックもちろんそうなんですけども、このノーマル、ほぼノーマルなんですけども、まあ、ノーマルですね、ノーマルの、はい、これで、あんだけ直線のラインを作らずにですね、エネルギーをキャッチアップして、次の演技をこう、広げれば、非常に困難ですので、難しいですね。そういう意味で、非常に掃除のいいタッチができてるんじゃないかなと思うんですけどね。フライト先生、お疲れ様でした。いかがでしたか、フライト。これ以上はできないでしょう。まあ、だからいいフライトを見せていただきました。ありがとうございます。またね、この後もぜひいろんな活躍というところがあると思いますので、ファンの皆さんに一言だけお願いします。そうですね、また今後もやることを続けていきますので、皆さん応援よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。村井選手にお話いただきました。大きな拍手を取ってます。以上です。はい、ありがとうございます。はい、一つになってね、村井選手に大きな拍手が巻き起こりました。さあ、トップバッターのマーティン・アルブレット選手をポイントは。さあ、続いてはミュージカルソウルスタンバイ準備が OK という段階ですね。ビクトル・マシマル選手です。ロシア人パイロットは本当にこのアエロバティクスグランプリ98年からおついにモテキで開催した、その時からずっとエントリーをしてきているパイロットの一人、今も僕とサイバーさんの、はい、そうですね。いや、ビクト選手は今回いろいろ話聞いたことがあるセットのレッグです。Thank you.
中地ビクトル・チュバル選手の演技でした。ずっと来ましたね。ビクトル・チュバル選手、グランドスタンドの左手側の方から皆様にご挨拶です。どうぞ拍手を送ってください。ビクトル・チュバル選手です。かなり
さあ今オーボードカメラの映像アストラビジョン、まずは1回目の投げキッス、ちょっと数数えたいねさあグランドスタンド左手側からです。皆さんスペダルなし山井の選手に、声援の方をお願いいたします。手を振ってください。拍手して手を振ってください。
さあもう一度そのキャストウルマン・ドバ選手が、あ、また日の丸を今コックピットの中でまた差し出していますね。はい、さあ皆さん大きな拍手するのを聞いてください。そして、また会うためにという意味も含めてですね、彼女からコメントをいただきましたね。またパブリックアワードの方ですが、人気投票の方も今の演技を見てみたらばたくさん、投票してねなんていうこともありまして挑戦したいという思いもあったんですけど、Thank you.
Like you're a simple blood school.